マタイによる福音。その時ファリサイ派の人々は出て行き、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。イエスはそれを知ってそこを立ち去られた。大勢の群衆が従った。イエスは皆の病気を癒してご自分のことを言いふらさないようにと戒められた。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。見よ、私の選んだしもべ、私の心にかなった愛する者、このしもべに私の霊を授ける。彼は異邦人に正義を知らせる。彼は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない。正義を勝利に導くまで彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。異邦人は彼の名に望みをかける。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。